あら、まばゆ。どうもどうも。そちらの方は？はじめまして。アキさんの友達の、ともえまみです。これ、先江おばさんからだよ。あら、ケーキ？わざわざありがとうね。でも、ご飯を食べたばかりだし。まばゆとともえさん、二人でお上がりなさい。やった！ラッキー。ともえさんも、一緒に食べましょう。ありがとうございます。ああ、そうだ、まばゆ。自販機に紅茶があったでしょ？ともえさんの分も買ってきていらっしゃい。はーい。お気遣いいただいてすみません。いいえ。こちらこそ、お見舞いに付き合ってもらってありがとう。まばゆは内気で人見知りで、なかなか友達もできない子で。だからともえさんが来てくれて少し驚いてしまったわ。相手をしてくれてありがとうね。いえ、そんな。よかったらこれからも一緒に遊んでくれると嬉しいわ。もちろんです。お母さん、落ち着いてたわね。願いのおかげですよ。やっぱりあなたの願いは、お母さんが未来を占った記憶を消してほしいです。自分の運命を見てしまう前はあんな風に優しかったんです。以前のお母さんが帰ってきてくれただけで、私は全然。よし。あ、ともえさん？マミでいいわ。だってあなたはこれから私のパートナーだもの。え？パートナーって？よろしくね、まばゆさん。はい、よろしくお願いします、マミさん。チョッキン。あら、綺麗なお花。でもね、まばゆさん、私が切って欲しかったのは、咲いてるお花じゃなくて、あの、ドラム缶なのよ。無理！いやー、いくら魔法のハサミでも、あれを切るとか無理でしょう。まばゆさん、これはね、あなたの命を守るためなの。魔女は、あなたの都合なんて考えてくれないのよ。そりゃまあ、わかりますけど。まばゆ、とにかくやってみよう。そのハサミは、魔力を持ったハサミだ。普通のハサミでは無理かもしれないけれども、そのハサミでなら、金属の塊が切れたとしても、不思議はないよ。そうですか？やってみましょう、まばゆさん。それでは、届いてない。切るとか切らないとか、それ以前の問題だったわね。やっぱり私には魔法の才能がないんですよ。ダメだ、私は魔女にやられて死んじゃうんだ。まあ、最初は私がサポートするからね。はい。